こんにちは、農活生態先導の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回の話は、体質改善に、おすすめの一冊として、ご紹介したいのが、こちらの本ですね、健康な体は土踏まずが知っている、広戸宗一先生ですね、こちらの本になります。はい、こちらですね。まず最初に、パッと見た感じ、この土踏まずって書いてあるので、おそらく足裏マッサージですとか、足つぼマッサージですね、そういったのを連想される方も多いんじゃないかと思うんですが、こちらの本の内容はですね、もう全く別のものになります。はい、ではどういう内容が書かれてあるかというと、もう一言で言うとですね、正しく立つ、正しく立てるということが、この健康な体を作っていく上で、非常に重要であるということがこの本には書かれてあります。では正しい立ち方っていうのはどういう立ち方かというと、このことはですね、私の以前の動画でも何度もお伝えしてきました。はい、正しい、健康的な立ち方っていうのは背筋をピンと伸ばしている姿勢ではありませんよということを言ってきました。じゃあどういう姿勢かというと、呼吸が楽で、次の動作に素早く柔軟に動ける姿勢、これが正しい立ち方、すごくざっくり言ってますので、詳しくはですね、こちらの本をぜひですね、ご覧いただければと思います。ではなぜ、この正しい立ち方が、この健康的な体に直結してくるのでしょうか。はい、このことはですね、当院で行っている農活生態の視点から見てもですね、もう非常に理にかなっているというか、もうある意味すごくシンプルな答えなんですね。はい、その答えというのは、正しく立てることで、我々の脳ですね、脳が安定していきます。はい、我々の脳というのは、この軸のある正しい姿勢ができているほど、安定してくるものなんですね。安定とはどういうことかというと、余計な緊張をしていないということです。例えば、私が今こういう姿勢だったとします。はい、すると、脳は転倒を防ぐために、必ずどこかの筋肉を緊張させて、転倒させないようにしてるんですね。要は力が入ってこう緊張している状態です。今私はこういうふうに大げさにやりましたけれども、正しく立てていない状態っていうのは、これがですね、一見まっすぐに見えているようでも、どこかしら無意識に筋肉が緊張しています。脳から命令が出て、筋肉を緊張させて転倒させないようにしてるんですね。ということは、脳がですね、余計な仕事をしちゃってるんです。正しく立てていれば、そんなことをする必要はないんですね。筋肉が最低限働いていれば、その体は安定するわけなので、そういう余計な仕事をする必要はないんですけれども、正しく立てていないと、どこかの筋肉を緊張させて、こわばらせています。はい、そうするとそれが慢性化して、骨格の歪みにもつながって、痛みを発症してしまうということも起こり得ます。逆に、正しく立てていて脳が安定している状態、そうすると、体がね、余計な緊張がないわけなので、肩が凝ったり腰が凝ったりすることもないですし、体もね、常にリラックスしている状態、次の動作にも素早く移れる状態であるということが言えます。今はですね、肩こりや腰のことだけ言いましたけれども、こういう脳の不安定っていうのは、当院でいつも言っていますように、自律神経のね、不調にもつながっていきます。なので、この正しく立って脳を安定させることがいかに大事であるかということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。今ね、健康のことだけ言いましたけれども、当然脳が安定してくると、仕事や勉強の効率、あとスポーツのパフォーマンスも自然的に向上してきます。なので、たかが立つだけと思われるかもしれないんですけれども、この正しい立ち方を追求すればするほど、この本でですね、書かれてある内容を実践すればするほど、健康の増進、仕事や勉強の効率化、スポーツにおける、パフォーマンスの向上、こういったものに全てつながってくるんですね。なのでね、今回は体質改善というね、タイトルでお伝えしましたけれども、もう人生そのものを充実させるためにもですね、この正しく立つ、もうはっきり言ってやったもん勝ちだと思います。はい、私もですね、今小学校3年生の子供に、まだちょっと理屈は分かってないんですけれども、少しずつですね、教えていっています。はい、であとですね、こちらの本に書かれてある内容、そんなに難しいことは書いていません。1日に何万歩歩きましょうとかね、食事はこうこうこうしなさいとか、そういうことを書いてないので、ちゃんとやる気があればできる内容が書いてありますので、ぜひですね、興味のある方はご購入いただいて、実践していただければと思います。
はい、ということでですね、今回は、体質改善におすすめの一冊ということでですね、こちらのひろと先生、の書かれた健康な体は土踏まずが知っているという本を紹介させていただきました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。